今日今一番の学びは爆弾飛んでくるかもしれへんのにサーフィンしてるイスラエル人の心の安定支えは軍事技術なんです。まあ、軍隊からの支援もあるし、その後も 国だったり大学だったり、こう全てがこうリンクでつながって起業家を育てる環境を作っている。やっぱりそういったスタートアップ業界ですと失敗した人の方が評価されるというか、実は今回軍のスタートアップだけが集まるオフィスってなんです。何それ。イスラエルいつも一番疑問なのが、リアルなテストをやろうと思ったら飛ばしまくらなあかんのに、中に何か地下とかあるんですか。あそこまで。さあ、激動するアジア中東のビジネスシーンの今を現地取材をもとに徹底解説、グローバルリポート。今回はですね、世界経済を動かす新ユダヤの商法というテーマでお送りしていきます。本田さん、めぐるさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リアルで会うの久々じゃないですか。いや、初めてなんですよね。初めてっていう話をさっきしてたんですよ。あ、そうか。で、同じなんです、今日初めて。今日そうですね、確かに。あ、今まではそうですよね。だからもう初めてな気がしないという話。あ、今回イスラエルということで、はい、いろいろと伺っていきますけども、ゲスト、イスラエル在住の起業家、弁護士、そして日本とイスラエルをつなぐビジネスコンサルタントでいらっしゃいますシーラプリオンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今いろいろ肩書きあったんですけど、どんなお仕事されてるんですか。イスラエルのスタートアップの日本市場展開のお手伝いと、あとは日本企業がイスラエルで技術とかイノベーションの、マッチングのお仕事をしております。本田さん、イスラエル行かれたことはない。ないんですよね。行ってみたいんですけどね。どうですか、このイスラエルの印象というか、イメージ。場所が場所なんで、はい、いわゆる、まあ、サイバーセキュリティとか起業家精神もすごくあるというふうに聞いていて、なんかほとんどの人が結構自分で会社を立ち上げるみたいなことは聞いたりはしてるんですけど、はい、まあ、実際僕は行ったことないんで詳しいことは分かってないですけど。今本田さんがおっしゃったようなイメージとマッチするところもありますか。うん、そうですね、まずイスラエルを知らない、行ったことのない日本人は、まあ、危ないところがまず第一印象で、で来ていただくと、もう特にテルアビブなんかは、はい、熱情的な人が全然安全で、はい、みんな普通に暮らして、でやっぱり起業家が多いので結構活発的な。それは噂通りそうなんですね、はい、今日そういう話がテーマメインになってくると思うんですけど、めぐるさん取材されてみて。僕エルサレムから入ったんですね、最初、はい、だからやっぱりまあ一番最初そのイメージで言ったら、いい意味でテルアビブでものすごくこう覆されたというか、だから僕たちが大方やっぱりこうイスラエルを思っているようなその宗教問題だったりみたいな、これは一方でエルサレムに存在していて、ただそのエルサレムという場所もテルアビブの人からするとちょっとこうまた特殊な場所なんですよ、実は。だから両方もちろん見てみないと見えてこないところはあるんですけども、そういう意味ではテルアビブはもう僕は小カリフォルニアだと思いました。LA の空気感とかすごく近くて、はい、うわこんなところだった、普通にサーファーいるぞみたいな。マジっすか。イメージではね、危ないとまでは言わないですけど、なんかもうバーンで爆弾飛んできて、まあ、もうパーンって追撃者落ちてる、なんか日常をイメージしてて、はい、実際に爆弾は飛んでくる可能性はいつだってあるんですか。はい、あります。そうですよね、はい、ほら、そう、ほら、そう思ったらサーフィンできます。できます。できます。できるです。だからシーラさんのエピソードで僕伺ったのが、警報音とかがやっぱイスラエル住んでるともう普通に鳴り響く時があって、はいはいはい、で海に入ってて息子さんがで逃げ遅れたっていうシーンがあったんですね。あ、ありそう、はい。油断してね。はい、で、まあ、息子が本当にサーフィンをしてて、はい、でサイレンが鳴って、じゃあ出て逃げないとというところ で途中でこう走ってるところに、はい、もうマスで私 の上で。ミサイルが飛んできたところをアイアンドームがこうキャッチして、そこもイメージ通りだ。本当にこの能力が高いんですよ。でも日本にはね、まあ、なかなか漫画の世界ですよ、イスラエルの、ね、防衛能力、うん、その辺がこうアントレプレナーシップどうね関わってるのかとかも含めてですけど、ちょっと本題入っていきますが、はい、簡単にですね、その、まあ、ユダヤ系と言われる人たちのこと、アインシュタインとか
フロイト、ジョージ・ソロスとかスピルバーグ、ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、グーグル創業者などなど、いわゆるまあ著名なユダヤ人ということで、うん、いや著名も著名、はい、全ての国の教科書に載ってきそうなぐらいの偉人ってことですよね、はい、まだまだこんなデータありまして、ユダヤ人世界人口のたったの 0.2% なんですけどね、ノーベル賞 20% 強、アカデミー賞も 40% 弱、ピューリッツァー賞も 50% 強ということで、これどういうことっていう感じですか。そうですね、まあ、要するに 0.2% やけど、はい、まあまあもうそこで牛耳ってるとまで言わないですけど、もう結構なシェアですよね。ですよね。ちょっとね、異常と言ってもいいぐらいの、はい、数字なんですよ。で最後に、国民およそ1600人に1人は起業家であると。国民1人当たりのユニコーン企業排出率世界一で、1人当たりのベンチャーキャピタル資金獲得額が世界一ということで、めぐるさん、このあたりもあの取材を通して紐解けました。先ほどのキーワードを全部まとめると、はい、まさにその軍事からスタートアップっていうのが、まさにイスラエルの国家単位でのエコシステムとして機能してるんですね。このエコシステムっていうのは、なんか言葉だけ聞くと少し難しい感じがするんですが、一個一個個別具体例見ていくと、全てがドットが線になってつながっていくのが綺麗に見えます。うわ、そうか。なんかよくね、ユダヤ人ネットワークで世界を牛耳ってるんじゃないかみたいな話し合って、それどういうことなんですかみたいなスタッフに聞いても、今日分かりますって。いや、もうなんかその一般的にね、はい、言われてることは別に誰でも知ってるじゃないですか、はい、要するにそれの答え合わせってことでしょ。答え合わせってことです。早速ですね、ではそのイスラエル、スタートアップ大国ということですから、イノベーション大国とも言われているんで、それが分かる、まずこちらの VTR ご覧ください。90%。 3, 2, 1. Target launched. Target engaged. Target successfully intercepted. どれぐらいそのシステムが必要とされているのか、まずここを抑えたいんですけど、どうなんでしょう。כמו שבוודאי יודעים, ישראל היא מדינה קטנה, שבעצם מוקפת בהרבה מאוד שכנים, שחלקם הם שכנים שהם עם שלום עם ישראל, וחלקם הם שכנים עם מצב, עם קונפליקט בעצם, שנמצאים בקונפליקט עם ישראל. ולכן ישראל, מאז שהיא קמה, היא בעצם פיתחה טכנולוגיות ויכולות כדי להגן על עצמה, וכדי להיות במצב של עצמאות גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה כלכלית. אחד מההמצאות הידועות והמפורסמות זה באמת מערכת כיפת ברזל שישראל פיתחה, שבתחילת הדרך כשהגו אותה בעצם זה היה נראה כמו סוג של מדע בדיוני, ובסופו של דבר המוחות המאוד חכמים שיש פה בעצם התאספו בעצם להקים את המערכת הזאת, וכמו שיודעים היא בעצם מגינה על מדינת ישראל. その軍事技術が人々の生活をこう良くしたりすることってたくさん、例えばインターネットとか、ね、GPS とか、今そのイスラエルの軍事技術を転用してこうイノベーションを生んでいくみたいな、イスラエルがこううまくいっている理由って内側に何でだと思います。マフェナリションゼシェビスラエルレシャレッパツバーレツオハニアンゼデバーシューメンダトリデバーシューメハエブラヘンデスポシャルデバーアネシムシオシンツバーベギルツェイルンネクサフィンベギルノオトムグダムレアクレウグドラヴェレネットワーキングマオドモデマシモティ, וגם נכנס בהם התודעה
שמה שהם עושים הוא חשוב ושיש לו צורך חיוני לקיום המדינה. הגורם השני זה שישראל, בגלל שהיא מדינה יהודית ובעצם קלטה עלייה מכל העולם של יהודים, אז היא בעצם, יש כאן דייברסיטי מאוד גדול, מגוון מאוד רחב של אנשים ממוצאים שונים, וידוע שכשרוצים לפתח חדשנות זה מאוד חשוב ומועיל שבאותה בקבוצה של אנשים יש מגוון של אנשים. והדבר האחרון שהוא גם מרכזי זה שבישראל יש איזה סוג של חוצפה, אני קורא לזה חוצפה, איניברו, which is, זה כמו להגיד בצורה חיובית אומץ לא מוסבר, להתנסות ולעשות דברים חדשים. בעבר ביקרנו במדינה אחרת ושאלו אותנו מה קורה למי שנכשל בתפקיד. אני זוכר שהבוס שלי ענה לשאלה הזאת שבדרך כלל מי שנכשל הוא בעצם מקודם. מדינה שדיברנו איתה היא מאוד הופתעה מהדבר הזה, ואני חושב שהסיבה שבן אדם שהוא עושה טעות ומקודם זה שבגלל שיש לו את האומץ לעשות טעות, בסופו של דבר כנראה גם עושה הרבה דברים חיובים, וזה בסוף גורם לקידום שלו.本田さん、今ね、こうマインドセットの話もありましたけど、どんな印象ですか？情報量今バンって入ってきたんで、なんかつつきたいところ結構あるんですけど、はい、一番思ったのは国が小さいで敵国に囲まれている、で生み出されたアイアンドーム、これ僕もいつも自分なりにどうやったらすごいサッカー選手が出るのかみたいなことで考えた僕の結論と一緒で、やっぱ環境なんですね、うん、やっぱその何かを生み出す制限がかかった環境があれば、例えばブラジルとかアルゼンチンではいいサッカー選手が生み出されるんですよ。逆の発想で生み出したいものから環境を作っていくってこともやろうと思ったらできるんで、だってやっぱ日本も今変わっていかないといけない局面にいろんな意味で立たされている中で、イスラエルから学べることとかは今後めちゃめちゃあるんじゃないかなっていうのはやっぱ感じますよね、はい、もしかするとその危機感がないことは結果いいのかもしれませんが、今日本が置かれているまさにその敵国がたくさんあるような状況を考えると、あまりにもなんかこう日本とイスラエルの人たちの危機意識のレベルの差っていうのをすごく感じたんですけど、その違いは私も両国に行ったり来たりする立場から見てよく感じるんですけれども、その軍隊に行くことに対してそのお国に返すという気持ちもプライドもすごく高いんですけれども、やっぱりイスラエル人は軍隊に行ってその人生の学校に行くっていう感覚があるんですよ。でそこの軍隊に行ってまずもう18歳の高校終わったばっかりの子どもたちなんですけれども、まあ、人生の経験の場の一つとして、まあ、自分のためにもなる、まあ、そこでスキルを得るということができるので、人生の学校っていうのはねキーワードですよね。だからここの危機意識の部分、文化的な背景のまさに違いっていうことが根底からスタートしているので、これが抑えられないと、うん、なかなかその先に何が起こってるかっていうことがわからないんですが、はい、ただその軍事技術だったりみたいなところも含めてまさにそれが根幹となってそれを転用し、国がそこから応援をしていきながらまさに技術大国としてさまざまなスタートアップが出てるっていうことも全部リンクしてくるんです。そうですね、それがもういわゆるイスラエルのエコシステムで、うん、まあ、軍隊からの支援もあるし、その後も 国だったり大学だったりこう全てがこうリンクでつながって、そういった起業家を育てる、環境を作っている。男女ともに兵役があって人脈形成してって、はい、ネットワークしてっていうことですから。いや環境っすよ。僕ねほんまに環境論はめちゃくちゃうるさくて、はい、人間はどんな環境でも自分でなんか努力一つでとか自分の意思でいろんなものを乗り換えて、どんなものにもこう打ち勝っていけるんだということを全否定はしてないですけど、それをもう前に持ってくると僕は物事ややこしくなると思ってて、まずは環境ありきだと思っていて、人の成功っていうのは、うん、イスラエルはその印象としてやっぱ思ったのは国が小さいから、じゃあユニコーン の排出率が世界一っていうのも多分起業する人たちが最初から外向いてるじゃないですか、はい、だって国内でユニコーン作れないから、うん、だから外を勉強しますよね。じゃあ日本向けのプロダクト作るのか韓国なのか、いやアメリカがやっぱ市場でかいからアメリカ向け、多分僕の予想ですけどアメリカ向けのプロダクトを作るイスラエルの企業がめちゃめちゃ多いはずなんですよ。でそこ基準なんですよ。で何やるにもだから外に向いてるから
やっぱその環境がそうさせてますよね。うん、こうまあ言い方があれば勝ちようがないですよね。これがナチュラルだから、うん、まさにその地政学的な部分と歴史的な部分、うん、そうそう両輪でって考えるとそうなると。あとあのフツパー精神ですか、これ初めて聞きました、ね、はい、これはどういう意味なんですか。まあ、悪い意味で言えばズーズーしいとか、はい、あとは傲慢だったりとか、まあ、やっちゃいけないことをまあ やってしまうのがまあ悪い意味なんですけど、はい、うん、いい意味で言うと度胸を持ってるだとか、うん、あの周りを気にしないで、うん、あの自分の意思をこう持っていくという。じゃあイスラエル人がこのフツパー精神と聞いた時にどっち寄りにイメージするんですか。それ要するにより良い意味の割合が半分以上あるのか、ちょっとネガティブな意味かな。半々ですね。その本当に半々なんですか。はい、複雑ですけど、ね、なかなか子供をあの教育するときにあのそれをやっちゃいけないよって、あそれはホツパだよって教えるんですけれども、その反面まあホツパだけど、うん、まあ、それやったからあの、まあ、ビル・ゲイツ あの家をノックしてこうプレゼンできたんだなと。でも共通しているのはやっぱりその野心とかリスクをネガティブに捉えないっていうところはありますよね。はいはいはい、まあ、そこが共通してる、うん、はい、そんな中で本田さんあの前に出てますけど、この8200部隊ってご存知ですか。いや知らないです。聞いたことないですか。聞いたことないです。これあの、まあ、ものすごく簡単に言うと軍の超エリート集団のこと言うんですよ。8200部隊っていうのがスーパーサイバー集団って言われていて、はい、およそ15年ぐらい前までは存在すら明かされてなかった、こうベールに包まれた組織だったということで、はい、まあ、正式にはイスラエル国防軍の参謀本部諜報局情報収集部門であるということですね、はい、でこれが高校時代から優秀な子を集めて 1% にまず絞りますと。でそこから軍の厳しい選考過程を経てさらに 1% に絞っていくと、うん、でだからまあ 0.1% の人だけが選ばれる、まあ、超エリートというようなのがこう8200部隊ということなんですけど、はい、これ実はですね本田さんのお隣の方、はい、この8200分の1なんですか。8200部隊の1人、その中の1人なんですか。1人だったんです。ちょっと私も兵役に行ったので。あ、そうなんですね、はい、え、じゃあなんかもうなんか危ない。いや、なんかいろんな意味で危ない匂いが。そうですよね。この情報だけあのこの情報だけやったらあの今あなたたちいつでも消せますよみたいに言われるぐらいの。僕もちょっとさっき教えてもらったんでびっくりしたんですけど、シーラさん本当ですか。これ8200部隊出身っていうことですか。はい、一応。ドッキリとかじゃないですよ。本当にそうなんですよね。あ、はい。今は言えるんですけれども、はい、あの軍隊終わってから5年間は8200の8も言えなかった。もちろんの両親とか何をしてるとかどこに行ってるとか、もちろん場所も言えないんですけど、え、今はあの、まあ、言える範囲でいいんですけど、まあ、そこで技術開発を、うん、あの秘密技術開発をしてた、するあの部隊だったんですけれども、はい、あとは、まあ、サイバーテック の、はい、あの技術をそこで開発していたという、はい。いやこれね、僕ねイスラエルいつも一番疑問なのが、小さい国じゃないですか、どうやってんのかなってずっと思ってるんですよ。だってお隣さんはもういつも日本の近くに、はい、あのミサイルテストで飛ばしまくってるわけじゃないですか、はい、要するにリアルなテストをやろうと思ったら飛ばしまくらなあかんのに、うん、でも横もその敵ばっかりでなかなかそうやって飛ばして実験を、ね、リアルっぽくちょっとテストできないじゃないですか、うん、どうやってリアルテストをしてんのかなっていうのはなんか中になんか地下とかあるんですか。あそこはなんすか。なんかもうそれはそれで欲求不満で今日俺帰らせられるんですか。確かにね、いやいやいや本当のリアルのところだってお題、このお題持ってきてくれ、持ってきてって頼んだら折れちゃいますよ。そうですよね。え、まあ、本当に言えないんですよね。思わせぶりやな。国家秘密ってことですよ。なるほどね。まあまあそうやろうね。ハッキングとかできるんですか、うん。はい、この笑顔が表現しているところですね。なるほどね、はい、あのどういうスキルを持った人間がより多いんですか。要するに頭を使えるような人の方が割合的に多いのか、肉体的に鍛えられてる人の方が多いのか。やっぱり部隊とか軍事っていうとまだまだなんか日本からするとあのやっぱフィジカル的な要素がイメージ強いんですけど、うんうんうん、実際にあの戦場にあの行く人たちもいて、そういったあの訓練もする人もいるんですけれども、その反面やっぱりあの
こう敵国が離れているところもあるので、うん、まあ、そういった遠いところはやっぱりそういったあの技術を使って、まあ、守らなくてはいけないので、うん、まあ、半々ってだから結構大きいですよね、うん、だって今もう目に見えない戦争がサイバー上で起きてるって言われてる中において、うん、いやいやそのウェイトがかなりもう聞きたいことだらけすぎて逆にそのこの発電に役舞台で聞きたいことだらけです、ね、でももうストップかけられてるから聞きたいことが多分1割も返ってこへんやろうなっていう気がしてるんで、 そうですね、なんか攻めのマインドもあるんですか、要するにもう守りだけのマインドなのか、パッと聞いてるとやっぱ守り守り守りっていうイメージはあるんですけど、セキュリティってもう守りのイメージがありますよね、そう、で一方でなんかそうは言ってもね、あのなんかあった時のために攻めなあかんっていうようなのは多分やっぱ国としては考えるのかなって思うんですけど、うん、そういう準備はあるんですね、しています、それはあるんですね、はい、いざ、まあ、万が一の、そうですね、まあ、想定はシミュレーションはするってことですね、はい、うん、あともちろんあの攻撃された時にその攻撃した元の場所をこうやっぱり攻撃仕返して任すというのはそういうのはあったりとか、はい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 、とんでもない方がゲストに今日来てる、いやいや本当ですね、あの今日今一番の学びは、あの爆弾飛んでくるかもしれへんのにサーフィンしてる国っていうのが今日 のイスラエルの一番の学びですね、そうですね、うん、本当にそんな環境下でも、ですね、そう人は慣れるんだもん、いい意味で、うん、サーフィンすらできるぞ、慣れる、どんな環境でも人はエンタメを追求する、そういうことですね、本当にイスラエル人の心の安定支えは軍事技術なんですよ、そこからやっぱりいろんなこと見えてくるんですよ、じゃあそれをどういうふうに応用し、どういうふうにこうエコシステムって機能してうまくいってるんですか、軍隊であの開発された技術をやっぱりあの今イスラエルであのデュアルユーズ、あの民間化でも使える、まあ、AI だったりとか、うん、軍隊であの防衛で使用するあの技術を、あこれは医療機器にも使えるなとか、フードテックにも使えるなとか、まあ、そういうふうにもうイノベーションってもう本当全ての分野に今の入っているので、ハゼンさん、ここの企業マインドと国がどういうふうに応援していくか、スタートアップの環境みたいなところからイスラエル見ていくとまた面白いですよ、ですよね、うん、はい、でまさにあのそういうお話につながると思うんですけど、あの起業家が集まるバーがあるということで、こちらの VTR ご覧ください。めぐる、はい、アローン、めっちゃいい、Hi, Guy Kaplan, CEO of Fairplex, and we have a platform to enable airlines to produce millions of dollars using a unique marketplace platform. With artificial intelligence. Hello, my name is Avishai Livneh. I'm a product manager. It's a small startup called Baseline Vision. And we have a product in the tennis industry. 対局で見ればですけど、あの日本もやっぱりどっちかっていうとこう大きい会社さんで働きたいっていうマインドセットってすごく多い。そういうところってリスクって思わないのかなと。No, I think it really depends on the person.When I started in the high-tech industry, I did want to go to big companies. But when I experienced it, I got bored. And then I decided that I need the courage to try something else, because if I don't try things in a way that I can experience, so I might lose opportunities. I don't like to have a big boss that will... tell you all the time what to do, and I like to take my own way with my own vision and my own creativity. I think that there is so many role models here in Tel Aviv. Maybe it's hard, but if he did it and he did it, so I can do it. And the last thing which I want to emphasize, at least for me, being an entrepreneur is not the easy way in terms of financially. When I was working as a VP R&D or as a director in companies, I earned two or three times more, but I wasn't happy as I am today. So in general, entrepreneurship is a challenge, but if you really believe in it, I think it will be worth it in the end. すごいですね、あのバー。もうあんな感じのが
あのテルアビブもいっぱいあって、いっぱいあるんです、ね、すごいオープンな雰囲気。へえ、はい、シーラさんどうですか、大企業就職っていう、まあ、人も一部いるけど、やっぱこうスタートアップへのチャレンジのハードルって低い感じがする。そうですね、イスラエルの中にやっぱり海外 の, 大企業、 Facebook とか、はい、Google、 eBay の R&D センターみたいなの立ち上がって、もう本当何百人と、もう本当に大企業、大企業の中に、働いているIT さんいるんですけれども、何かこうアイデアがあって、それをこうその大企業の中でこう回そうと思って、でそれでこう何て言うんでしょう、こう切られると、まあじゃあこれ自分で起業するかみたいな、そういう、はい、マインドセットがありますし、それをこう支えるやっぱりその環境というかエコシステムがやっぱりあるので、はい、ハードルが低いですね。ですよね、はい、別にまあたとえクビになってもスタートアップやればいいやとか、自分でやればいいやとか、そのあたりも先ほど の, 失敗の概念が違うというか。あとみぐるさん、VTR に今トラベルテックとスポーツテックのスタートアップ企業の話がありましたけど、はい、テクノロジーの面ってやっぱりそうすげえなっていうのありました。じゃあ実は今回シーラさんに連れて行っていただいて、軍のスタートアップだけが集まるオフィスっていうの。何それ。コワーキングオフィスの軍バージョン、はい、軍バージョンがあるんですか。軍のテクノロジーを専門に扱うスタートアップオフィスが集まる施設が、あ、その業種が軍関連じゃないとダメなんですね。そうで、もちろんカメラもだからもうちょっと回せなかったんですけど、そのテルアビブの一角にそういうところがもう作られていて、これ言っていいのかな、なんかその要はミサイルのこういうふうに撃ち落とす絵とかがホワイトボードに書いてあって、この技術をこういうふうにこっちに使うみたいなことがもうそれぞれのオフィスで起こってる。なるほどな、うん、 そうですよね、その転用の仕方でまたスタートアップのエコシステムをおっしゃる通り成り立っているということです、ね、あとお土産がある、はい、もうまさにその技術大国の結晶を集めたお土産が、はい、に預かってきたので、はい、どうぞ。あ、僕に、はい、これを開けていいんですか。はい、イスラエルからの小さなイノベーションえ、これ大丈夫ですか、落としたらやばいやつとかじゃないですかいや爆発とか怖いですよね。これステレオナイザーといって空気清浄機の機械なんですけれども、もともと核シェルターっていうのがイスラエルほぼ 100% お家にありまして、はいはい、その中にやっぱり核兵器、化学兵器とか飛ばされてきた時のやっぱり空気清浄をする空気清浄機を開発した 会社が開発した技術なんですけれども、それを、まあ、民間化して、学校だったりとか、あとはもう本当にウイルスなども、うん、清浄できる機械です、うん、どうやって使うんですか。それはいわゆるそのエアコンだったりとか空調システムの中にインストールして使わないといけない。ああ、そういうことですね、はい、びっくりしました。もうこの辺俺なんか部屋のどっかこうやって置いておいたらいいかなと思いましたね、まあ、そうですよね、なんかピーみたいなとおっしゃると思ってですね、はい、こんなのもご用意させていただきまして、これはもう この中にこれが入っている。あ、入ったバージョン、はい、入ったバージョン。でこれはフィルターとかメンテナンスも必要ないので、そのちっちゃい端末の方はより大きな面積でそれができるようになって、うんうん、なるほど。まあ、さっき そのスポーツの方もいらっしゃったんですけど、サッカーもあってですね、うん、サッカー、あ、最近イスラエル水日本に買ったんですよ、知ってます、誰か。あ、ね、U17 か18の試合をやってたんですよ、はいはい、でイスラエルに日本負けて、で日本予選敗退したんです。でイスラエル突破して、その後もね、なんか大金星どっかブラジルかどっかやったんちゃうかな、分かんないです、めっちゃ勝ってたんですよ。だからイスラエルサッカーも結構盛り上がってきてる。そうなんです。でスタジアムがあるわけですよ、うん、大きい。でそこに伺ったんですね、はい、だけど、まあ、さっき言ったように国が四国ぐらいしかない、うん、で人口も少ない、うん、なかなかプロチーム盛り上がらない、うん、このナイナイナイが来た時にイスラエル人は燃えるわけですよ、うん、さあどうする、ここでイスラエル式なんですけど、じゃあナイなら作ればいいということで、そのスタジアムもその集客面で稼働ができないんだったら、もうなんなら上にワイヤー通してジップロックでスタジアムの上をなんかこう浮遊できるように、スタジアムをいわゆるアドベンチャーパークみたいにしたりとか、はいはいはい、もちろん VIP 席とかを使ってそこでイベントたくさん開いたりとか、コンサートはもとい、そのスタジアムから何ができるかっていうことをスタートアップで全部やる会社とかも存在していて、人気がないなら作ればいいって発想なんです。ないなら作ればいい、困難から解決しようって、このマインドセットすごいですよね、イスラエル人の、はい、
でも、まあね、サッカーはもう盛り上がってきてるって話なんですよ。盛り上がって強い、強いんですよ、はい、で最後ちょっと教育のところも少し触れたいんですけど、はい、さてユダヤ人の不屈の精神というのは一体どこから来るんでしょうか、まあ、ひょっとしたら家庭教育にその秘密があるのではないかということで町の人にその教育方針を聞いてきました。הרבה מאפשרים לילדים לעשות דברים ופחות אם לא, לא, לא לעשות, כן לעשות דברים כאלה וזה יותר מאפשרים להם. כשמישהו עושה את משהו שהוא מאוד אוהב אז הוא גם רוצה ללמוד והוא גם מאוד יצליח. ספציפית אז הם אוהבים לבד ללכת לחפור, לבנות, הם כבר מתעסקים עם מברגים והם בונים דברים, מפרקים דברים. ולהרגיש ולרוץ וליפול ולקום. ולהבין שזה גם בסדר, ואני חושבת שישראלים מאוד הם כאלה. כן. הם כן מאפשרים, הם פחות חוששים. בכל ידי ניהון בטרה, אבו נאי, כן, אלו זהו. そう、彼女もやっぱりそのどっちかっていうとその危ないってこう自分では思うんですけど、ワン呼吸吸って、あそれは良くない、子供のために自分で転ばせて、自分で学ぶことはとても必要なので、לתת את את המקום לחוסר הצלחה ולכאב, כי זה מאוד מאוד חלק מהחיים כאן ובכלל, וזה מאוד מאוד מחשל ברגע שאתה נכשל ואתה לומד כישלון זה חלק מהחיים, אז זה פחות מאיים, ואז אפשר לחיות את הרגע, פחות לחשוב על, על, על מה יהיה מחר, משהו שהוא היסטורי, זה משהו שהוא עם ההיסטוריה היהודית, בגלל הרדיפה לאורך ההיסטוריה, אז יהודים חיו את היום, חיו את, את הרגע. だから本田さん、こういう家庭教育のところから、まあ、スタートラインちょっと違うなっていうか、いや全然違いますよ ね。さっきインタビュー受けてた人もいいこと言ってたもん、うん、やっぱりどれだけねこうそういう、 こう哲学的なことをこう言えるかみたいなのって、その一般の人がそういうことバン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 日本も言えたら、まあまあなんかね、いろんな子供も今後楽しみだなって思ってくるじゃないですか。そうですね、うん、子供の時からのそういう起業家精神というかチャレンジ精神みたいなところですよね、はいはい、だからやっぱり失敗の概念がちょっと違うんですかね。まさに失敗を、まあ、尊敬するではないんですけれども、もう本当に受け入れる前向きにね、前向きに考えるんですよ、はい、で もう小さい時からもう教育にもやっぱり転んでも手は出さない、自分で立ち上がるみたいな、うん、そういうところがあって、やっぱりそういったスタートアップ業界ですと失敗した人の方が評価されるというか、あこの人は経験してるから、まあ、これを次はちゃんとやるだろうと、そういうふうに考えているところがあります、うん、やっぱりちゃんと相手のことを、まあ、子育てに一つにしても相手のことをちゃんと考えてる感じしますよね。そうですね、うん、あとなかなかこう日本だとねセカンドチャンスがなんかこう与えられてないような感じありますけど、もう向こうはどんどん失敗して次のトライトライトライってことですね。日本はもうそこはひどいかな。ですよね。この分はもうこの失敗だけでもう一日喋れるぐらい、日本はもうこの失敗に対して課題を抱えてるんで、うん、僕もカンボジア監督だった時失敗、アジアもねその文化あるんですよ。ああ失敗に対してネガティブな、はい、選手たちは失敗したら下向くんですか、はい、違う、失敗したらガッツポーズしろと、うん、失敗したらもうとにかくもう明るくこう振る舞うぐらいに、極端になんかちょっと違う方向ぐらいに行くぐらいで多分バランスが取れる、うん、なぜなら人間はやっぱり失敗したくないから、うん、ちょっと振り切った方がいいんですよ。ですよね。昇進させるって結構振り切ってるじゃないですか、うんうんうん、すごくいい施策だと思いますね。確かに、うん、ということでイスラエル見ていきましたけど、めぐるさん改めてこのイスラエルの取材通して、はい、このマインドセット、まあ、教育いろんな側面どのようにお感じになりました？だから本当に、まあ、もちろんじゃあここから何が学べるかっていうことはすごく大切なところだと思うんですけども、イスラエルのその教育面であったりとか危機意識の持ち方みたいなところ含めても本当にまだまだちょっと今日お届けしきれなかったところもあったんですが、やっぱり現地に行ったからこそ見えたところとかっていうのはたくさんあったし、いかにやっぱりこう限定的な情報しか入ってきてなかったなっていうのはいつも思うんですが、はい、イスラエルもやっぱことそうだったなってすごく思いました、うん、限定的な情報の塊ですからね。確かに本田さん今日ちょっとでもそういう意味ではイスラエルっていう国の、はいはい、そうですね、めっちゃ興味持てましたね。だからやっぱ行きたいと思っていたの
はこれまでもそうだったんですけど、もうこれで本当ちゃんと具体的に日程をちょっとどっかセッティングしていこうかなと思いましたね。その時ぜひ白さんのアテンドも、はい、よろしくお願いします。ちなみにめぐるさん、あのこう旅ですけどどうなるんですか今後で。ここから、はい、これでまあやっと中東が終わったので、はい、次ヨーロッパに言うよ。お、ヨーロッパ、はい、なんかあるっすね。ちょっと楽しみに行こうと思ってません？これまでちょっとだから中東でちょっと嫌な思いをしたのか、次はもうちょっと違う楽しみを味わいてみたいな。やっぱヨーロッパといえば大好きなサッカー大国が。いやだから楽しもうとしてるじゃないですか完全に。いやいやいや、だってもうサッカーの話しか出てこなかったらもう、なんかもう広がりないっすよ。例えばサッカーって、はい、その海外に行く選手とか、はいはい、意外とどうなんですか、その孤独だったり自分の発信に困っていたりとかっていうところはどうなんですか。発信に困ってるっていうのはないんでしょうけど、孤独さを感じてる部分は、まあ、サッカー選手に限らず、うん、アスリートが世界でやってるアスリートに関してはあるんじゃないですかね。とそれはやっぱりアウェーに行くと外人ですから、うん、語学もね、堪能ではない中で、その場合外国人助っ人として結果を出さないといけない環境でやってるので、まあ、孤独感は僕は少なからずとも一定ありましたけどね。だそういうところに こちらがまあ取材者として飛び込んでいきながら、はい、そこでこそなんかこう迂回る話学びとかっていうのいろいろあるのかな。あ、なるほど。じゃあもう結構あれですね、毛色が180度変わる感じになる。いや、そこからピボットとしてやっぱりこう学びを、これからちょっとじゃあ隅田取材対象もちょっとピボットして。そうだからまたちょっとこう本田さんにいろいろご教授もいただけるとありがたいなっていう。あ、なるほどですね、はい、いやいや、なんか行ってミラン行ってきたじゃないですか、 AC ミランとか行けるんですか。いやいや、まあ、行けるかどうかは分かんないですけど行けるんじゃないですか。行ってきたらいいですか。いや、めちゃくちゃ行きたいです。何も言わずに行っても僕の友達や言うて行ってきたらいいじゃないですか本当ですか。I'm a KSK Honda's friend。 そうです。めぐるさん、次イタリアです。わかりました、はい、本当にサッカーをね、またこうカルチャー含めてヨーロッパ取材を、はいはい、楽しみにしてます。頑張ってきます、はい、また引き続き安全、はい、身の安全を確保しながら頑張ってください。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。